それではこの度、前田くんがこのアパートを出ていくということで会見を開かせていただきます。出ていくって何て言うの、まあね、出ていきます。巣立っていくという表現がいいですかね。そうですね、うん、まあ今日は、まあ、いろんなねこのアパートで思い出ありましたよ。 そんなね、まあ、こんな仲良く過ごしてきた仲間に最後、はい、飯を、はい、最高の飯を振る舞おうと思って、おーおーおー、今日は動画回しております。食べての飯って言ったら俺味濃いものしか出てこないイメージ。いや、そうでしょ。そうだしそうでしょ。そう思うでしょ。いや、本当に今日だから最後だからもう味濃いとかない、もう繊細に全部作ろうと思った。あ、繊細に作れんだ。今日はちょっとね、いっちゃんえぐいの用意したから。いっちゃんえぐいの用意した。マジで期待してほしい、今回は。そりゃさ、もうさ、そこへ出て回答できるの焦んな。やっぱ4年間やってきてますから。そうだね、4年間それをね、詫びる品としてこれもう一番ふさわしいんじゃないかなっていうことで、こちら A5 ランクのお肉のハンバーグ用意しました。今日はね、これを、あ、すごいな、それしたの。今日はね、これをね、ちょっとそうですね、振る舞おうかなって、最後。うわ、すげえな。感動のハンバーグですよ。じゃあちょっと読みますね、どういうものか。読んで大丈夫です。ダメなことあるのそれ。どういうケースそれ。畑が読んだら危ない。読みます。こちら A5 ランクの仙台牛をステーキとしてそのまま食べず、あえてハンバーグに加工し、お店クオリティのハンバーグに仕上げた特別な一品です。おー、 A5 ランクですよ。 A5 ランクってすごいから、ね、すごいよ。 A4 じゃないからね。 A5 だから。 A5 だよ。なんかちょっとテンション上がってきてるな今日。今俺テンション上がってる。前田出ていくはずなんだけど、テンション上がってきてるから。じゃあちょっとね、もう腹減ってるでしょ。腹減った、言ってるからこっちは。食うなって、今日何も抜けよって、全部全部抜いてたら。じゃあ作っていくんで、ちょっと待ってて。はい、期待して待ってます。ちょっとやるわ。よし、作ろうか。ハンバーグから油が出るのでフライパンには引かず、ほら油出てくれるから。そう、出てくんだよこれ。やっぱいいやつだから油出てくるから、うん、はい、これパックに入ってんだけど、これね、解凍の時点ちょっと油出てきてるもん。ダメだろ。でもまだこれいけてる、解凍できてるから。まあでも焼きゃなんだよね。中半生で腹下して、うん、下して終わりました。それはそれで重いか。いや、ダメだろ絶対。完成楽しみにしてる。あ、そうだね。この度アパートコーポホニャララを卒業することになりました、前田です。コーポだろ。絶対言っちゃダメだろ。自分もそろそろいなくなるからって。特に話すことはないんですけどね、このアパートっていうのはですね、本当に獣のようなやつらが住んでましてですね。誰が獣や。一人でね、前田撮影してます。じゃあちょっとこれ焼いていきます。化け物が住んでるわけですよ。危ない奴らしか住んでないんです。まあそんな危ない奴らがいたおかげで3年間ですね、楽しく過ごせたなと思います。こちらこそや。まあ今畠山くんが向こうでハンバーグ調理してくれてるんで、はい、で畠山の料理といえば本当に味が濃ければ濃いほどいいっていうことを歌い文句に、本当にあとあれだよ、死ななきゃいい。死ななきゃいい。そうですね、彼あの肉の焼き加減とかあんまりこだわってないんで。え、焼き加減何がいい。ミディアムレア。ミディアムレア。ウェルダンあるけど絶対順番に言ってけよ。俺は赤い方が好きなんだよ。あ、じゃあ真っ赤っかで。真っ赤っかはダメだ、ミディアムレアぐらい。ということで、2年から始めて9万人を登録者数を集めた畠山は本当に同期ながらすごいと思います。あの、ありがとうございました2年間皆さん。これからも何かしらで活躍を届けられるように頑張ります。ありがとうございました。インスタフォローしてね、みんな。あ、ぜひインスタフォローしてください。よし、ああいいね相当。いやー、ほんとね、前田は昔からハンバーグが好きで、うん、清涼のハンバーグ師匠とも言われてましたから。ハンバーグ、ハンバーグ師匠やった。やっぱりそうだった。びっくりしてるやろうな、金沢中が今。いきます。いや、もちろんあの野菜も用意してるから、上質なやつね。野菜ってハンバーグじゃない。あ、違う、すごいな、考え方。聞いたことない食べ方してる。わざわざ輸入してきました、こちら野菜ね。朝一でファミマから仕入れた。これうまそうよ、これ。いいんじゃない、完成しました。失礼します。お待たせいたしました。こちら
仙台牛をステーキとしては使用せず、ハンバーグにこねた仙台牛ハンバーグです。嫌な店員来た。めっちゃうまそうだけど。はい、もうそれはね、英語ですから。はい、どうぞ。いただきます。いや、相当うまいよ、これは多分。これ多分俺のナイフ。ん？それ、お前のナイフ。うん、ワンちゃん。あ、ちょっとお借りしてたわ。返すわ。これね、多分ケータのやつなんだ。ダメダメだ。いや、いいからさ、まあ、味を。いただきます、うん、いや、これはこれ英語やろ。うん、マジでうまい。英語です。いや、焼けてる焼けてる焼けてる。めっちゃ詰まってる、肉が。あ、もう肉肉しい感じだ、うん、いや、ほんとこれ食って、あの、何の悔いもなく行ってほしい、東京に。うん、これね、うん、悔いないよ、多分。ちょっと、ごめんやけど、俺も一口食っていい？全然いいよ、食って。どうぞどうぞ。まずかったら申し訳ないからさ。別に俺食いたいわけじゃないんだけど、申し訳ないから食うわ。一応うまいって言ったんだけど、ね、ああ、いや、でもなんかお世辞の可能性もあるし。なんかどう？いや、もう完全にステーキにはせずハンバーグにこねたみたいな感じ。いや、違う、そういう商品名なんだけど。うまいな、やっぱ肉、肉感が。え、肉々しくない？うん、いいですね。なんか味噌汁いる？あ、味噌汁いいね。ちょっと味噌汁、あの、振る舞うわ。うちはインスタントじゃないよ、味噌汁は。あれ？インスタントじゃないよ。インスタントって、なんかね、賛否あるね。味噌汁は何がいい？レアとか、厚さ的な。厚さ？うん、味噌汁はウェルダンだね。あ、ウェルダンで、オッケーオッケー。でもね、この食器ね、前田のやつな気がする。よし、できた。ウェルダン、味噌濃いめ。はい、確かにウェルダンだね、これは。いや、ちょっといただきます、私も。うん、うめっ。こちらです。これカルピスの CM 来ます？あー、これ来るね、完全に。あ、ダメだ。チームの前にリリース大事ないもんね。うん、で、チームはまだ不合表というか、いつ同じリーグで戦うかな。 YouTube での前田との思い出、今思い出してんだけど、見つかってない、まだ見つかってないんか。いや、今あるんだろうけどね、やっぱありすぎて一番印象に残る。むずいな。やっぱ俺はでも前田の家でやっぱギャグしに嫁りに行った時とかはやっぱ、で、一発ギャグやってください、任せてください。一発ギャグやらせてください。お願いします。はい、行きます。一発ギャグ、コントロールシュート。今日こそはコントロールシュート決めるぞ。じゃあ、来た。あ、いいぞ、俺も来た。あ、これが決まる。こう今度分かるな、それはおいで。うん、こまれち、それピートたけし。うん、こんじのお前、それは理科でよくやってよくわかんないやつ。最後は川崎ロンダの小林優だ。あれはなんかやっぱ普通の人間じゃ多分対応できないから。あ、でもどこ行ってもやるのはコール。あ、前田コールだ。うん、あれはどこ行っても最後やるしかないじゃん、これ。前田コーラ一世風靡してたね。本日使用したこちらの肉汁ヤバーグさんの、ハンバーグですね。こちら本当にね、非常に肉肉しいハンバーグで、まあ、食べ応えもあり美味しかったので、概要欄の方に、リンク貼ってありますので、そちらからね、ぜひ購入してみてください。よろしくお願いします。はい、それじゃあね、はい、最高のね、あの振る舞いもできたと思うんで、はい、美味しかったです。最後はね、やっぱりみんな大好きなあれを二人でやって旅立って、あの、行ってほしいなっていうふうに思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、よし、まえっとまえっとまえっと畑よ。最後に前田コールを聞いていただきました。皆さん、本当にありがとうございました。行きます。よし、それじゃあまた、ありがとうね。こちらこそ。じゃあな、ありがとう。ありがとうございました。はい、ということで、今前田が旅立ちました。いや、本当にね、前田とは1年から4年まですげえ仲良くさせてもらって、アパートが一緒になったのが2年からだったんですけど、彼の破天荒さと
まあ、自分のぶっ飛び思考が組み合わさって本当にねいつも混ぜるな危険とされていたあのタッグだったんですけど、まあ、それが、まあ、同じアパートになっていろんな経験をしたなっていう、まあ、なかなか去年は動画に出演が少なくなってしまったんですけど、やっぱりね、彼のこうファンサービス力というか動画に映ってくれる姿だったりね、そういうのに関しては素晴らしい、そうですね、演者力というか、はい、でしたね。まあ、サッカーに関してもね、本当に前田は全力で本当にキャプテンとしてチームを引っ張ってくれて、まあ、このチームだからこそ大変なことってすごいいっぱいあるんですよ。実はあんまり話してきてないですけど、まあ、選手主体のチームっていう感じなので、まあ、大変だったこともいっぱいあると思うんですけど、マジで前田のね、キャプテンの元の、まあ、学年、前田がキャプテンの学年で良かったなっていうふうに思います。まあ、まだね、数回会えると思うんで、その数回ね大事に、したいなって思います。あれなんか来た、ごめんなさい、返してくれよ俺らの寿司を。ってことで、今日は前田が旅立ってしまった日でした。まあ寂しくはなるんですけど、また明日から元気にやっていこうと思います。僕の SNS ですね、概要欄に貼っておりますので、そちらからフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。